設備ですな。うん、プロパガンダは基本ですな。広報活動をするのに写真が必須なのはアイドルもガンショップも同じと言いましょうか。知人のガンショップで広報をしていた時は私もよく写真に撮られていたものです。さあ、では撮影を始めましょう。お褒めに預かり光栄であります。気づかれましたか？実は好きな映画のポスターを参考にしてポーズを撮ってみたのであります。ダメなのでありますか？ガンショップでやった時は好評だったのですが、私らしい写真ってありますか？私らしいといえばやはりサバゲーでしょうか。そしてここでできることといえばサバゲーに向けての筋トレや特訓でありますな。ぜひその特訓をプロデューサー殿と共に行うことで、体を鍛えるだけでなく私たちの絆も鍛えたいのであります。プロデューサー殿、手伝ってくださいませんか？プロデューサー殿でしたらそう言ってくれると思いました。ではまずは腕立て伏せから、よーい、始め。私らしい写真を撮ってもらえたとのことであります。筋トレや特訓中に撮られたようで、それもこれも一緒に特訓してくださったプロデューサー殿のおかげであります。感謝を。おや、プロデューサー殿、腕と足が震えていますな。その様子ですと明日は筋肉痛ですな。しかしそれは特訓が抜群に効いている証拠でもあります。これで今日の自分よりも明日は強い自分になれますよ。その通りであります。さあプロデューサー殿、撮影は終わりましたが特訓はまだ終わっていませんよ。次は走り込みであります。さあ立って、まだ新兵の私にまだまだ付き合ってもらいますよ。